はい、それではね、スノーランナー続きをやっていこうと思います。今日はですね、まあ、前回に引き続きこのブラックリバーのマップのタスク消化をやっていこうと思うんですけど、結構見てるとね、このスカウト、この車ですね、これで来てくれっていうね、タスクが結構あるんで、これもそうかな、3つぐらいちょっとあったんで、それをちょっと順番にね、今日はやっていこうと思います。とりあえず一番近いのはこれですね。ここ、うん。これをまずちょっとやっていきましょうか。はい。で一応ね、ランクが少し上がったんで、このタイヤをね、オフロードタイヤにしてみました。うん、で一応ちょっとわかんないかもしれないですけど、バンパーも変えてみました。ちょびっとだけ、ちょっとだけお金使いました。まあこれでちょっとタイヤ が変わるとね、どれぐらい違うのかっていうのをちょっとね、試しつつやっていこうと思います。ここですかね。そこで一応受注するのかな。ちょっとやわそうだね、地面がなんかこれいつも動かへんなんかよし。The Place Beyond the Spruce、 まあやっちゃいましょう。で多分目的地にね到達せえみたいなことだと思うんだけどね。どこだ、これ？これだね。ここだね。そこに行ってください。だと思うんで。スタートトラッキング。これでいいの？うん。よし。じゃあやりましょう。Find the place beyond the spruce。うん。まあ、なんかどっかの場所に行けっていうことでね。よし。もうすでにドロドロなんですけど。これでも一遍あの道通ってるからね。近くまでね。この車だったかどっちか忘れたけど、うん、多分大丈夫だと思うんだけどね。どこで曲がったらいいかだけ見とこう。ここだね。ここで曲がる。よし、行きましょう。あ、そうか。ここあれか、ウォッチタワーがあったとこだね。のもうちょっと先、あそこに行かないといけない。どのルートで登っていくの？ここで、もうちょっと先だね。ここから登る感じかな。そうだね。ここまで行って、戻る、登ると。よしよし。まあ、一応一回ね、その前の道は通ってますからね。結構、登るんだよね、ここからでも。そうそう。よし。タイヤが進化してますから。なんとか。いける？危な。危ね。慎重に行こう。怖いね、結構。よし。石が結構ね、落ちてますから。いける。あ、確かにでも、この道は、大きなトラックではちょっとやっぱり走りにくそうな感じだね。こっちから登った方がいけそう。よし。まあいいわ。ちょっと。どこだ。もうちょい先で曲がる。よし。通れなさそうだね。確かこの幅は。そこ？ちょっと待って。どうやって登るのこれ。そっから左ですね。ちょっといっぺん、下りで U ターンとかできんかな。どうしよう。その辺でちょっと U ターンしていきたいんだけど。あ、バックにすればよかった。今、そこで。ちょっと、なだらかのところまで行って、U ターンできひんねんけど。無理やな。もうちょっと先まで行くよ。 U ターンできる場所を探そう。ここで行けるんちゃう？行ける？うん、頑張ろう。もうそんなに離れてもね、あれだし。よし、ここら辺引っ掛けて、よし、で、よし、ちょっと石がいっぱいありますけど、うん、まあ、切り返せばなんとかいけるでしょう。
で、あの頂上ってこと？行ける、道ないよね、でもそんなとこ。行けんのかな？もうちょっとチャレンジしてみましょう。うん、そういうまあちょっとリスクのある場所なんでしょうね、多分ね。おこうかな。こっから登ろうか。まあなんていうの、坂に対して垂直に登っていけば横転することはないんだけど、うわっ、横転はなくても後ろ回りはあるかもしれないね。後転はあるかもしれない。ひどかったら結構なんていうの、跳ねるんだもんね。これあれ、なんか光った、なんか、あー、踏んでるな、この木を。ちょっと待ってよ、保険でウィンチ つなぐ。あー、危ねつなぐ。登ってしまえば、到達してしまえばいいと思う。あの、何そのちっちゃい場所。しかも誰このちょっと待って、ちょっと待って、変な石があるぞ、そこ。うん、そ、誰が椅子置いたんですか、そのとこ。これやらしいな、この右のさ、この出っ張りがやらしい。めっちゃ危ないやん、これ突っ込んだら左に落ちていくでしょ。ここで切り返して、よし、曲がれ、曲がって。なんでこけたん、その椅子。なんで跳ねんの、その椅子。怖いんですけど。とりあえずそこまでいけそう。おー、いったね。よし、これで OK、 うん、達成した、達成したね。よし、これ一回クリアしたやつってもう多分できないんだよね、聞いていく感じだな。よし、そしたら、あ、次、まあここで受けて、で、キング・オブ・ザ・ヒル、なんかこれ2箇所行けみたいな感じだね、2個登れって感じ。そこ行きましょうか。の前に1回ね、スタックしたでしょ、ここ。そこもう1回ちょっとこのオフロードタイヤでトライしてみようか、行けたらね。そこまで行けるかどうかわかんないけど。行けたらね、はい、よし、ゆっくり降りないといけないね。そしたらここ怖っ。よし、曲がって、うん、危ない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 、あ、あ無理だった。よし、気を取り直してね、2つ目ですね、まずはサウスピーク、そして、ノースピークと。これどうなんだろう、失敗したら最初からになるのかな、どうなんでしょうね。まあやってみましょうか。一回行って今度降りてこなあかんってことは安全に、どうなんでしょうね。いける、慎重に行かないと。うわ、結構怖いよ、ここ道細いし。ちゃんと道沿いに行こうか、こうね。これドライバー視点でやる自信ないな、全然。って言ってたらなんかドライバー視点限定でとかいうタスクがあったりするんですよね、そのうち。よし、フロードタイヤにしといてよかったかもしれない。ああ、止まっちゃった。ちょっと待って。行って。そこ？一応、この道なりでいいと思うんだけど。こっちで合ってる？あ、結構続いていくね。あ、そっちが、ここが目的地じゃないな。こっちやな、多分。この道沿いに行きましょう。変えるん大変じゃない？でもどうなんだろう。合ってんの？こっち。ここか。もうちょっとあれだね。よし、頼む頼む。よし、ここか。
慎重にこうじわじわね、命が大事ですから。よし、危ない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 。よしよしよし。すごい、絶対やろうと思わへんわこんな。こっからこっちこっちだね。車1台分ないところとかもあるもんな、多分な。斜面をこう走ったり、うわこれちょっときついね、カメラ。よし、もうちょっと安定させて。よしよし、サウス、まだ北も行かないといけないです。ノースピークも行かないといけないんで、どこ、こっち左だね。うん、ちょっと曲がれ、曲がって、うん、頼むで。ちょっと慎重に行かないとね、これ危ないな。嘘通れる、そんなとこ。木とその間を通れってことでしょ。いけんの、ほら、入らへんよ。ねじ込むしかない。ミラー絶対割れちゃうやん。いけたわ。よし、危ない危ない、こわっ。合ってる俺、ここ、合ってるか。よし、めっちゃ怖いなこれ。もうじわじわいきますよ。思いっきり加速せえへんと登れない場所があったりとかしてね、うん、あ、すっごいなんかね、景色はめっちゃいいんですよやけど操作はすごいシビアなことを求められるから、そのなんかアンバランスさがなんかね、心がね、ダメージをどんどん刻まれていくんです、心にね、ダメージが。よし、綺麗な景色はね、もうゆっくり見させてください。あー、船も、もう石とか置かんといて、今度、怖えな。石はね、まあ、最悪お腹の下にめり込まなければ、タイヤで乗り上げる分には別にね、スタックしないんでいいんですけど、よし、お腹の下に入っちゃったりするとちょっと厄介ですね。ちっちゃいやつはね。よし、もうちょいもうちょいもうちょい、誰がそんなとこいい小屋建てた、うん、でも帰れへんと思うんねんけどちょっと待って、あぶね、帰りどうするんですか。帰りはロープウェイとかないの？あ、これだ。よし、これで1個ですね。どうすんのこっからさ。いや、降りんの無理じゃない？こっちかちょっと道のりとしては、ここでしょ。この道を登るんだから、ここに行かないといけない。ここら辺下れる？どうやって帰んのこっちが降りられそうだったら降りてもいいけどね。でもすごい遠回りになるか。あ、でもないか。どっち？こっち？無理じゃない？さすがにその見えてる道だよね。あそこガソリンスタンドだもんな。まあいいか。こっち側をさ、下ってもさ、多分転がっちゃうと思うんだよねどうせこの転がるならもうこっちから行きましょう、ね、よし、行けあ、転がった止まって、どっかで止まって、よし、一回転して止まって、もうおかしいおかしい、止まった、奇跡よし、まだそんなに損傷はないね。そう、車体ボロボロだけど、一応スペアタイヤはね積んできたんですよ。
それで何が修理できるかは分かんないけど、てかまだゴールじゃないぞこここっからどうやって降りるんだ無理か、こんなとこは道じゃなかったか。こっち捕獲組みようか。これすごい、ここ全部岩だから、こ左から降りるしかないわ。ここやな、こっち方向ってどっち、こっちだね。そっちから降りないとダメだね、降りるのは。降りるというのか落ちるというのかこれリカバーしたらさ、もう一回最初からになるんだったらちょっと厳しいよね。どうなんだろう、声よ声。こっちの方がまだ緩やかに降りられると思うんだけど、ちょっとカメラがね。いけ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 、木にぶつかるなこれ。おお、こっちは右行った方がいいかな。ちょっといっぺんその見えてるところ行こうか。横転しだすとちょっと止まれないしね。いける、見えない見えない、よし行け、そこから行けあぶない、もう見えへんねんけど先がここまっすぐちょっと突っ切っていってみますよ、間を通りながら、うん、ちなみにドライバー視点ねに遭難者だと思うんですけど、あ、これも枝に引っかかるわ。今回ね、その木の幹の部分だけじゃなくて枝にも判定があるんですよね、うん、いける、生還できる、生還。道路見えてきたんじゃう、それ。ちょっと待って、変な木に乗り上げちゃった。これ道路でしょ、ここで横転した格好悪いで。よし来た、よし来たよよし生還、うん、生きてた。で、次は全然結構走れるね、うん、ここ前2回ぐらい前かなに直したとこだね。え、ここ、こっちから行って、あ、どっちでもいいんか、ここからだもんね、登るの。こうでしょ、まあ、この道行こうか。ここもまあ一回通ってるからね、細いけど幅がないっていうだけだから。ここ、え、ちょっと待って、何がどんだけ壊れてんのか一応見とこうか一回。え、別にそんな壊れてないんだよね、結構頑丈だね。エンジンが一番ダメージ受けてるっていうだけ。うん、よし、せっかく生還したんでね、変なところで死なないようにしたいよし、いける、あそこでしょ、見えて、ちょっとカメラ荒ぶらないで、そこね、見えてるとこに行けばいいんだけど、アムでもこのまま生かして、ほんと。あ、そうか。で、ここも落ちタワーだったんだ。ガソリン、あ、ちょっと待って、ガソリンが結構際どい。密かに。ちょっと待って、急がなあかんか。のんびりしてたあかんわ、こんな。あと23リットル。ちょっと節約しながら行きたいね。よし。下りは、ブレーキだけで。節約していこう。よし。で、もうちょっと右行ったところで、左に行くんだよね。その辺か。いける。すごいね。こっち？こっちやんの？ショートカットできひん、その辺。
できそうじゃない、こっち行こう、ここ行こう、20リットルだし、まあ大丈夫だとは思うんだけど、変に止まったりしなければ、うん、こうでしょう、この辺道じゃない多分。危ない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 、ちょっとこれこの角度やばいし、一回よいしょ、この根っこがあったわけ、いいな、いけるか、よし、え、引っ張ろうかも、よし、これでしょ、これが道じゃない、うん、ショートカットは成功した、よし、じゃあこれを消して、この道なりに行けば、最後が怖いな、この辺なんか、まあ、ちょっと登れるだけ登ろうか、ガス欠はやめてね、ほんま、大手もやめてほしいけどよし、あぶね、あぶね、あぶねこう、うん、恐ろしいわ、ほんま、待ってんのこれ、道慎重に行かざるを得ないもんね、こんな、とりあえず上まで行って終わりでいいんで、うん、3つやろうと思ったけど今日はもう2つで終わりそうですね、よし、よし、いける、あ、でもタイヤ変えといてほんま良かったな、全然そのグリップが、利きが前と全然違いますね、よし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 、いいよ、いいよ、ちょっとなんていうの、こう石乗り上げてなんかピョンって跳ねるんだよね、それがちょっと怖いな、だからちょっと慎重に、ちょいちょい石落ちてるもんな、いけるか、結構上りやけど、なんで止まんのそこで、ちょ、なんで止まんのえ、なんで止まんの、馬力足りひんのこれ、ちょ待ってえな、いけ、いけいけいけ、おしよしよし、止まったらあかんな、じわじわでも進み続けて、もうここを右に曲がったらゴールじゃない、でも坂は結構急な坂なんだよね、ほらほら見えてきた見えてきた、よしいいぞ、もうそこでゴールだ、よっしゃやり遂げました、まあ7リットルだったんで、はい、よし、結構いろいろ上がってきたね、これね、よし、ここね、はい、よし、そしたら、あーね、もう一個やろうかなと思ってたんですけど、ちょっと時間ね、いっぱいになったんで、はい、そしたら今日はね、これで終わりにしておきます。次回ね、もう一つの方もやっていこうと思いますので、またよかったらね、見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。